ヨーロッパ荒イか、セピアオフィシナリスの貝殻。カミナリイカセピアリスダスの貝殻。ヨーロッパ荒イカ荒は、糖則類が持つ、該当膜背面の中にある内在性の殻である。貝殻とも呼ばれる。ヤリイカやアオリイカ、スルメイカなどのツツイカ目では、殻はさらに退化して、石灰質を失い、核皮質のみとなり、 南光と呼ばれている。南光は俗に、イカの骨と呼ばれることもある。貝殻の痕跡器官であるため主に、炭酸カルシウムから構成されている。元々の形は、巻貝状、あるいは角貝状で、アンモナイトやオウム貝のように内部に規則正しく、核壁が存在し、細かくガスの詰まった部屋に分けられていたと、考えられているが、原生種では、 トグロコウイカのみがその形状を持ち、他の種は、そのような部屋の形を残してはいない。史跡として出土するベレムナイトの化石も、元は貝殻である。コウイカの場合、それに当たる部分は、現在のコウの端っこに当たる部分であり、本体の機体の詰まった小部屋に分かれて、浮力の調節に使われる部分は、新たに浮きとして発達したものと考えられる。 顕微的特徴を見ると薄い層が縦の中上構造により結合している。このようなイカの骨は種によっては200から600メートルの水深で内部へ破裂してしまう。したがって、高イカのほとんどは浅瀬の海底、通常は大陸方に生息する。原生の鞘型類カリアアイディアの起源は、ジュラ紀初期のフラモトゥーテダに置かれると考えられている。ある系統は、防水を まだ保持しているうちに8本の腕と2本の触腕の配置を急速に獲得し10腕類になったと見られる。そのうちプリージョ中ーシーズなどのグループは遅くとも上部ジュラ系までには防水を失い、例えば赤い家族オミストリフィーズなどの原生のイカとほぼ見分けがつかない難航を発達させた。このグループは原生の海岸類になった。もう一つのグループでは 防水は孔に特殊化し、現在の孔イカ類につながる。上部ジュラ系から知られている、前項の側方の翼を保持しているトレーキー中シーズの孔が典型的である。孔イカ目では、連質細管から、腹側の部分が消失して、孔端の太い石灰質の棘状となった。その昔、イカの骨は、磨き粉の材料となっていた。この磨き粉は、歯磨き粉や、 生産剤、吸収剤に用いられた。今では、カイドリやカメのためのカルシウムサプリメントに使われる。イカの骨は高温に耐え、彫刻が容易であることから、小さな金属細工のイ型にうってつけであり、早く安価に作品を作成できる。イカの骨は、イカ骨という名で、漢方薬としても使われる。内服する場合は、煎じるか、砕いて、丸剤。 産材とし、生産材止血剤として、異界用などに効用があるとされる。概要する場合は止血剤として、粉末状にしたものを幹部に散布するか、海面に塗って用いる。滝岩尾、動物系統分類学5中山書店、1999年、366ページ。奥谷隆田川正、堀川博史。 日本陸方周辺の等速類大陸放射面、未利用資源精密調査社団法人、日本水産資源保護協会、1987年。AB 滝岩尾、動物系統分類学後中山書店、1999年、333ページ。奥谷隆伊川シャベるし、空も飛ぶ高段者、ブルーバックス、2009年、37ページ。 ISBN 978から4から06から257650から5。ノーマン、MD2000、セファロポッツ、A ワールドガイド、コンチブックス、ABCDEF ドノバン、DT、エボリューションオブザ・ジブラン・キオット・セファロポダ。シンプ、ズル、ソーク、ロンド、15から48、ノーマン。MD&A レード2000、A ガイド2スクイード。 カットルフィッシュオクトパス・オブ・アウストロラジア、白パブリッシング、改訂版汎用商薬ビンラン日本、大衆薬工業協会省薬、製品委員会省薬文献調査部会、2004年、P72 から75。ありがとうございます。